七クマ。あ、上野さんよ。本当だ。シンガポールから今日戻ってきたばかりじゃなかったっけ。上野さんが休むはずないじゃない。シンガポールにいた時も毎晩接待だったって。ひえ、俺には真似できないわ。同期の中で一番の出世頭と言われてる人は体力が違うわよね。俺なんか休日はたまった家事を片付けるので精一杯だよ。わかる。上野さんは家でもすごいんだろうね。神経質そうだもんな。だからちょっと近寄りがたいんだよね。俺は上野敦志。自分で言うのもなんだが、仕事はできる方だと思う。まあ他にやりたいことないしな。でも私生活では、やばい、明日履くパンツがない。深夜のコンビニで下着を買いながら俺は思った。このままじゃダメだ、というかダメになる。もしもし兄さん、俺なんだけど。俺が助けを求めたのは実の兄で、家事代行サービスの会社を経営しているユウトだった。うん、そうなんだ。仕事が忙しくて家事ができなくて。わかった、希望の曜日を送って調整するよ。ありがとう兄さん。これで生活が立て直せると思ったのだが。え？本日担当させていただきます、岩崎理香です。俺の部屋にやってきたのは元カノだった。え？どうして？なんで理香が家事代行の仕事を？兄は俺が理香に振られたことを知っていた。でも俺は理香が兄の会社で働いていることさえ知らなかった。驚いている俺をよそに、理香は淡々と、そして手際よく家事を始めていた。俺と理香は同じ大学の同じ学部で、名前の順が近いため席が隣同士だった。私岩崎理香、よろしくね。俺は上野敦志、よろしく。中高と男子校に通っていたガリ勉の俺に対して、理香は入学時点でミスコンで優勝するだろうと言われるほどの美女。こんな綺麗な女性がいるんだな。自分なんかが相手にされるわけがないと思っていたのだが。好きです、付き合ってください。え？俺？理香からの告白をきっかけに俺たちは恋人同士になった。俺にとっては当然初めての彼女だったが、彼女にとっても俺が初めての恋人だったらしい。俺は付き合い始めて彼女をますます好きになっていった。しかし卒業を2ヶ月後に控えたある日、俺は彼女から別れを切り出された。どうして？自分の胸に聞いてみなさい。そう言って理香は俺の元を去っていった。俺は理香を忘れるために入社したばかりの会社で仕事にのめり込み、気がつけば出世頭と言われるようになっていた。その結果、家事代行を頼む羽目になったのに理香と再会してしまうなんて、参ったな。あ、もしもし兄さん、朝早くにごめん。あのさ、え？言いたいことはわかるって？じゃあどうして理香をうちに？うちは万年人手不足なんだよ。兄さんが忙しいのは分かってるけど、さすがにちょっと。家事をする理香は終始無言で、俺も何と声をかければいいか分からなかった。最悪な雰囲気に耐えられず、俺は他の人をお願いと兄に頼んだのだった。わがまま言って兄さんを困らせたくはないんだけど、俺が好きな春雨サラダ覚えててくれたのかな。はあ、やっと忘れられたと思ったのに。あんな別れ方だったのに、昨日理香に会えて嬉しいと思ってる自分がいる。こんなの絶対チェンジだ。1週間後、家事代行サービスをお願いしている日がやってきた。今日は違う人が来るから大丈夫だ。え？俺の家に現れたのはまたしても理香だった。どうして？思わずそうつぶやいてしまった俺を無視して、理香は部屋に上がり込んだ。理香、待ってくれ。仕事なので。そうだけど、こんなのお互いのために良くないよ。
社長から聞いたわ。担当私以外の人に変えてほしいって頼んだんですって。ああそうだよ。よく見てなさい。え？そう言うとリカは火事をスタートさせた。手際よく、そして俺からのオーダーを完璧にこなしていく彼女の姿はまさにプロといった感じだった。仕事内容に文句はない。でもどうかしら。すごいとは思うけど。そうでしょ、あなたのお世話は私で十分なんだから。担当変更なんかしないで私と一緒に暮らしなさいよ。急に何言ってんの。これはさすがに何か事情があるに違いない。そう思った俺はリカをソファーに座らせた。何があったの。何って。そうだな、まずはどうして兄の会社で働いているのか教えて。関係ないでしょ。一緒に暮らす人のことは知っておきたい。実は大学卒業後、私は大きな会社に就職した。これからバリバリ仕事をしようと思っていた。でもリカちゃん、これお土産。え、ありがとうございます。今夜俺と食事でもどう。何よあれ、可愛いからって調子に乗ってるんじゃない。人間関係のトラブルが絶えなかった。そういうことは初めてじゃなかった。でも大学の頃はいつもアツシが一緒にいてくれてたのに、味方がいない状況でついそんなことを考えてしまった。結局1年でその会社を退職し、会社員ではない働き方を模索した。そんな時に出会ったのが家事代行サービスだった。アツシのお兄さんが社長だと分かった時は驚いたけど、黙っていてほしいと頼むと了承してもらえた。女性に家事代行サービスを頼みたい女性は結構多く、女性限定という条件でも指名がどんどん増えていった。家事が全然できない母と二人暮らしだったから、小さい頃から家事は得意だった。参ったな。どうしたんですか。岩崎さん、実は弟からスタッフを派遣してほしいって頼まれたんだけど、みんな手が空いてなくて。厚志さん、独身なんですか。ああ。あの女性とは別れたのかしら。仕方ないわね。私が行きます。え、本当に助かるよ。アツシ終わりきった声をしてたから早く派遣したかったんだ。元彼であるアツシと会うのは確かに気まずかったけど、それ以上に何この部屋。部屋の中はひどいありさまだった。社長が言っていたこと本当なのかしら。実は岩崎さんと別れてから弟はちょっとやけになってて。ああ、君は何も悪くないよ。弟が不器用すぎるだけで。アツシがそんな風に引きずっていたなんて。だったらどうして浮気なんかしたのよ。その思いを火事にぶつけ、部屋を完璧な状態にして帰宅した。ただいま。おかえり。その人は？はじめまして。実はね、ママ再婚するの。驚かせたよね。ごめんね。大丈夫よ。これまで通り一緒に暮らしましょう。これからはこの人の分の家事も私に押し付けるってこと？私今度こそ絶対に一人暮らしを始めたいの。そのためにはお金が必要なの。大学の頃も本当は一人暮らししたいのに、お母さんが許してくれないって言ってたっけ。それなのにアツシが担当変更を希望してるって聞いて。こうしてリカは兄が止めるのを振り切って俺の家にやってきたのだった。リカの事情は分かったよ。でもさ、浮気ってなんだよ。まだしらばっくれるの。俺は浮気なんてしてない。だってリカが大好きだから。
はいはい、そうですか。なんだよその態度。私見たのよ。何を？言いたくないわ。それじゃあ誤解を解けないじゃないか。わかった。浮気を認めるのね。一人暮らしのために必要なお金が貯まるまでうちに住んでもいい。え？ただしその間俺はもう一度理科を口説く。それに浮気していたという誤解も絶対に解く。え？とりあえず家に帰ってゆっくり考えて。わかった。うん、今日はありがとう。この前の春雨サラダもすごく美味しかった。アツシ、その夜から一週間後、リカは大荷物を抱えて俺の家にやってきた。いいの？誤解なんでしょ？そう言ってリカは不安げに俺を見上げた。誤解だよ。ずっと君だけが好きだった。どうして俺が浮気したと思ってるか教えてよ。それは大学4年生の時、私たちが付き合って3年目の記念日に、私はサプライズを用意していたの。突然アツシの家を訪ねて指輪を渡して逆プロポーズをするつもりだった。でも、アツシ？アツシが女性の肩を抱き寄せながら出てくるところを目撃してしまったの。そんな、見られてたんだ。ついに浮気を認めるのね。これは誰にも秘密にしてほしいんだけど。うん、何か理由があるのよね。その人は兄なんだ。え？まさか、そんなはずは。当時家事代行サービスの会社を立ち上げたばかりだった兄は、女性を希望するお客様が多いことに悩んでいた。誰だろう。はい、女性？アツシ、開けてくれ。え？兄さん？そこで自分が女装して家事をすればいいのではと思い、俺に仕上がりを見せに来たのだ。どうだ、女性に見えるだろう。男性を部屋にあげるという警戒心が和らぐんじゃないか？無理があるよ兄さん。だよな。女装して落ち込む兄の肩を抱き、そんなに落ち込まないで、きっともっといい方法が見つかるよとなだめ、タクシーに乗せたのだった。ごめんなさい、私。リカが俺を疑ったのもショックだけど、兄を女性だと勘違いしたのもショックだ。本当にごめんなさい。これからも口説いてもいいんだよね。いいよ、ずっと私ばっかり好きだと思ってたから嬉しい。誰もが振り返る美女である理科に対して俺は、自分なんかでいいのかという引き目があったのかもしれない。別れてから5年が経った今、振り返ってみると彼女への思いを言葉にできていなかったことに気がつくことができた。それが理科に俺が浮気していると勘違いさせた一因だろう。これからはたくさん伝えるよ、世界中の誰よりも君が好きだって。アツシ、最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画七クマでは、思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。